春なんでタイヤ交換の時期なんですけれども、ちょっと前まで使ってたタイヤがもうこんな感じでツルツルなんで、新しいタイヤ注文したのでそれを交換しに行きます。で、今まで使ってたタイヤがエコスっていうタイヤになりますね。で、元から付いてたタイヤです。で、今度注文したのがブルーアース AE01F っていう、横浜タイヤの中では一番低燃費のタイヤになりますね。もともとビッツが横浜タイヤだったんで、ちょっと同じブランドでやっていこうと思います。あんまりダンロップとかブリヂストンとかいろいろメーカーあるんですけど、なんかどれがいいのかよくわかんないんで、元々ついてた横浜ブランドでやっていこうと思います。で、グラフを見るとこんな感じですね。エコスが緑色でブルーアースが水色なんですけども、エコスと比べると全てのおいてグレードアップしてるんで、どんな風に変わるか楽しみですね。で、本当はお金に余裕があれば、この一番外側の静粛性、乗り心地がいいアバンデジベルっていうタイヤにしたいんですけど、そこまでの資金力がないので、一番コストパフォーマンスがいいと思われる低燃費のブルーアースにしました。他のドライ性能とかウェット性能とかっていうのは、もともとずっとエコスだったんで、エコスで不自由を感じることはなかったので、ブルーアースになってどのくらい違いが出てくるのかっていうのも楽しみです。はい、これが横浜タイヤのブルーアースのページになりますね。最高低燃費グレード AAA をもっとなんたらで、こんな感じでいろいろ説明が書いてあるんですけども、要は低燃費にこだわったタイヤですよっていうことが書いてありますね。今スタッドレス履いてんですけど、でちょっとスタッドレスとこれから履き替えるブルーアースとの違いをちょっと比較するために動画撮ってますね。車の中の快適性がどう変わるか。すごい寒かったんですけど、今日はすごい暑い。これでブルーアースに履き替え終わりましたね。で、乗り心地はやっぱりスタート前履いてたのはスタッドレスなんで、もちろん比べるのはちょっと違うんですけど、やっぱりスタッドレス前のタイヤよりは全然実感としては違います。前のタイヤはちょっとこういう道でもなんとなくボコボコっていうか振動みたいなのがあったんですけど、これはもうすごい、それに比べると滑らかな感じですね。なので乗り心地は違いますね。もちろんノーマルとスタッドレスだったんで。で、静粛性とかはちょっと動画で比較してみたいと思います。
ちろんあの音はブルーアースの方がいいんですけども、まあこれからこのブルーアースで雨の日とかも走ると思うんで、それでどれだけ前のエコスとの違いが実感できるかすごい楽しみです。はい、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。